エガちゃんです。ちょっとエガちゃんさん今リアルすぎてちょっと怖かったですよ。あ、そう。ちょっとびっくりしました。昔ゾンビのネタがあったから、はい、それをやったんだよ。あ、そうなんですね。エガちゃんさん、今佐賀駅に向かってますが、今回はどうしてもやりたい企画があるんだよ。はい、佐賀で佐賀県出身の一番の有名人はって聞いたら、東田の名前は出るのか。これはどうですか。これね、出なかったら悲しいね。どうなんですかね。これはちょっと我々も予想がつかないというか。俺はビッグスリーがいる。ビッグスリー。まず一人目。はい、花は、はいはいはい、あともう一人は陽七師匠。ガバイばあちゃん。ガバイばあちゃんってものすごく稼ぎまくって講演会をいっぱいやって、佐賀に豪邸を建ててるんだよ。通る人通る人、あそこがガバイばあちゃんの家って言ってるんだよ。だから、陽七師匠の名前は出ると思うんだよね。なるほど。で、もう一人が俺。なるほど。あと他はなんか女優さんとかでは、あと松雪泰子。松雪泰子さんいらっしゃいますよね。うん、そのあたりも強そうですもんね。そうだね。目標どれくらいにします？10人に3人。10人中3人を目標に、うん、じゃあライバルは花輪さん、そして島田陽七さん、うん、よし、畑岡のみんな、打倒陽七、俺佐賀県で頑張るぜ。出身で一番の有名人といったら誰ですか？結城まおみさん。ああ、結城まおみさん。ちなみに江頭25時。あ、江頭25時さん。はい。それはなぜですか？なんかよく聞くので。ああ、はい。じゃあ江頭さんはちなみに好きですか？興味ない。ちょっと有名人としては知ってる。最近活躍してるみたいな。テレビとかで。あ、見てない。ちなみに佐賀の有名人といって、じゃあ一番に最初に思い浮かぶのは結局誰ですか？やっぱり雪まおみさんが1位。わかりました。俺じゃないのかよ。こんにちは。陽気なおみなんだね。おい。
ゆうきなおみ、まさかやっぱりゆうきなおみさんですか。おい、ゆうきなおみって言ってたじゃん。俺はどう思うの。あんまりテレビをいないので、情報しか聞かないです。知らないんだ。セガチャンネル見て。はい。じゃあちょっと携帯今登録強制登録でいきます。登録済み。行きましたー。セガチャンネルって知ってました。もちろんです。セガチャンネルは知ってました。見たことはあります。あ、本当。何の会議か。うん、ノスバーガー。おー、やっぱりノスバーガー強いかな。じゃあ、イガシア、よろしくお願いしますよ。勇気なもみに負けたけど。すいません。佐賀県に何年ぐらい住んでる？どれぐらい住んでる？ぐらいですかね。はい。ちなみに佐賀県出身で一番の有名人というか誰ですか？佐賀県。花は？あ、ギター。佐賀の花輪さん。花輪さん。うん。なんか佐賀県歌ってくれてるっていうのが、あ、はい、あ、わかるって思いながら地元なので、はい、見てました。ありがとうございます。はい、ちなみに。佐賀県出身の一番の有名人と言ったら誰ですか。佐賀県エガちゃん。江頭。江頭25歳。私高校一緒なんですよ。出身、はい、神崎高校。あ、でそれも陸上部やったらしくて、私陸上部のマネージャーとか。違うよ、世代は違うんです。先輩後輩なんです。そうです、そう。え、じゃあもう結構誇りっていうか、佐賀県の誇り、ね、出身の出身校の有名ですよね。有名なだけで誇りじゃないって感じ、うん、そう、ここの高校だったよみたいな。あ、そうですね。誇りじゃないけど、いや、誇り、なんだよー。追い切れたちょっとやべーなんで花輪なんだよっていうか、神崎しかも神崎高校陸上部。陸上部、先輩後輩おお名前がだよ。どうですか、名前頭さん。江頭さんの名前は挙げてくれましたけど、誇りではないって言ってましたね。いや、誇りですね。おい、俺全部聞いてたんだから。どうなの、陸上部でそういう話にならなかった。先輩に江頭ちゃんがいるんだよ。あ、うん、知ってた。あ、そうなんだ。みんなは何て言ってた。いや、別にっていうのも悲しいじゃない。ただの事実っていうの。そうなんだ。そして、お、花輪さん。花輪、はい、やっぱり来たか。すいません。花輪ね。撮ります。3、2、1。ありがとうございます。わざわざ、すみません。ありがとうございました。急だ。おお。ありがとう。ありがとう。YouTube かなり感動しますよ。あ、映画チャンネル。ありがとう。映画チャンネル登録。ありがとう。ありがとう。おお、あんな綺麗な。ちょっと聞いていいかな。おい、ありがとう。綺麗どころ、今日何やってたの。結婚式か。あの、佐賀で聞く、佐賀で一番有名な芸能人はっていう質問をしてたんだよ。なるほど。誰だと思う。花輪さん。俺いるか。俺
か。お前空気読めよ。お前は。花は。おお。お前は。花はさん。おお。映画チャンネル登録しよう。ありますよ、うん、もちろん。何を見たことある？映画チャンネル。覚えてない。じゃあ知らないんじゃないかよ。すごい。うん。手やばい。YouTube。これ見ました。あ、これね。マック。はい。これで。触られてた。じゃあチャンネル登録しよう。チャンネル登録済み。映画チャンネルっていうのを知ってました？知らなかった。知らなかった。知らなかったです。エガちゃんさん、いや問題は3人中2人映画チャンネルを知らないかったってこと。そうだね。やっぱり YouTube 見ないよね。見る。どういうことだよ。YouTube を見ないわけじゃないです。映画チャンネルを見ないだけなんです。あ、そうなのか。YouTube 映画チャンネル見て。佐賀県出身で一番の有名人といった方ですか。花輪さんですかね。花輪さん。いいですか。はい、いいですよ。佐賀県のいいとこ、一番いいとこ教えていただけます。なんもないとこ。なんもないとこ。よくも悪いとこ。じゃあ佐賀県出身で、はい、一番の有名人といったら誰ですか。じゃあまず。江頭。あ、江頭2時50分。そっちなんだ。どうして江頭さん好きなんですか。好きっていうか、はい、なんか有名人なんかめっちゃ聞くから。あ、はいはい、江頭ちゃんかなって。ちなみに佐賀県ご出身で一番の有名人誰ですか。ソフトバンクの代表でしょう。孫正義。孫さんじゃない。全然頭に出てこない。嘘。孫正義さんには勝てないですか。江頭さん勝てないでしょ。社会的地位が。さすがにエガちゃんじゃ無理があると思いますよ。まだ花輪の方が。ああ、花輪さん。序列つけるなら。孫さん、花輪、エガちゃん。ああ、三番目ですか。三番目ですね。おーい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 。あんまりやろ。どういうこと。孫正義はまだ言ってるけど。お前いい子だね。いがちゃんって。おーい、ビビるわ。孫正義。そういうこと。そういうこと。とにかく俺孫正義に勝てるように頑張るよ。壁は高いですけど。彼女ありがとう。どうですか、名前がしますか。やばい、手が震える。あれ、いかしらさん気づいたら、ちょっとここまで生まれてる。やばい、普通に帰ってきたからね。写真撮る。自由撮影だ。自由撮影会。じゃあ、はい、江頭さん、お7人聞きまして、うん、江頭さんが3秒おということで、まあ、過半数はいかなかったですが、うん、トップの結果に。おお。そして2位に花輪さんの2票。おお。そして結城まおみさん1票、孫正義さん1票という。孫正義はものすごく意外。江頭さん、うん、じゃトップで優勝ということになりました。わかった。じゃあ佐賀県ありがとう。またねー。